えーさ、ちさ、初めてゲームプログラミング。今回はロボットを作ってみたいと思います。こんな感じのロボットを作って、手足を動かせる、操縦できるロボットを作りたいと思います。はい、やっていきます。やってみましょう。まず、ロボットを作っていきましょう。操作は後から。まず、ロボットの形を作っていかなくてはいけないので、まず、直方体ですね。直方体、胴体と、ではちょっとプラモデル的なイメージで考えていきたいんで、プラモデル的な肩とかこういう、ね、使って連結をするんですけど、これ連結をしてこれ直方体の側面につけたいなと思うじゃないですか。こうやってで、これどうなっちゃうかっていうと、こうなっちゃうんですね。こう真ん中ついちゃうんですよ、これ。これ連結って。で、そうするとちょっと、本当はここにつけたいんじゃないですか。なんでこうなっちゃうんで、このままちょっとうまくいかないので、じゃあどうするかというと、しょうがないんで、もう一個直方体を用意します。肩口用の。で、こいつを、ここに連結をさせて、上に連結をさせます。上に連結させつつ、こいつの球はここに連結をして、X の横に接続するというふうにすると、まあこういう形で綺麗に合います。ちょっとデカすぎかな。こんな感じですね。で、上腕部分を作りましょう。ここで腕見てみると、おお、こうなってます。頭をできて、接続先が今度は、こっちが反対側ですね。で、はい、腕まで完成しました。はい、倒れます。次、足ですね。足直方体ですね。こやつをここにくっつけて、おお、そうそうそう。まあ、いいんじゃない？いいんじゃない？こいつが、ここに。おお、おお、おお、倒れる。お、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 立った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 。さあ、どうしていきましょうかね、これ。まず、回転するようにしていきましょうか。腕を動かせるようにしましょう。腕を動かせるようにしたいので、連結パーツ、ヒンジ連結の X ヒンジですね。X ヒンジを、これ外して、こいつと、こいつ。まあ、イメージで言うとここにあるよ。で、これでどうなるのか、ちょっと、カウンターちょっと定数モードつけて、一度ずつちょっと回転してみましょうか。これでどうなるのか。おお、回った回った回った。おお、ぐるぐる腕が出れてて、おお、手が回った手が回った手が回ってます手が回ってます。一度ずつ手が回ってます。いいっすね。あー、倒れた。倒れた。倒れてしまいました。ピクピクしています。倒れてます。スティックだな。スティック L スティックの上下で、ですね、このスティック上を使って、どうやろうかな。上にギュッてやった時に前に来バンザイする感じか。バンザイ。で、下にグリってやったら、まあ、まあ、下も180度かっていう感じかな。もう下か、後ろからグリって前、こう上に上がるの気持ち悪いんだけど。ちょっとやるだけやってみましょうか。これで、上で、上下で動かしたようにして、
マッピングを使ってこちらに入れると。で、入力範囲はマイナス1から1なんですが、出力はマイナスの180からプラスの180と。で、範囲制限してやるわけですね。多分。これで上下を動かすと180から180。壊れた。ちょっと待ってね。ちょっと待ってよ。赤いやっちゃね。赤いやっちゃね。壊れちゃうね。失敗したな。ちょっとこれを外しましょう。どうでしょう。おお、全身ピンクになったね。これで壊れない。あ、あれ。ちょっと待って、腕もげたぞ。腕もげてない。いいね、いいね。なんで、なんで、なんで、なんで。壊れ、分解しちゃう。なんで、なんで分解しちゃうの。外れちゃうの、なんで。外れちゃうの、なんで。どうすか。オッケー、オッケー、オッケー。で、上下には回るようになったので、今度は、上下と、この横、横ですね。開く形のやつを、にしたいんですけど、ヒンジ連結で、Z ですね。こいつって、そうだね。あかんよね。どうせ、こい。コモック使わないのか。そっか。難しいね。こいつ。Z ヒンジで、と。こうくっついた場合は、プランプランしますね、今。プランプランしちゃいますよね。で、入力で、スティック L の左右を、で、同じようなマッピングをここに入れることで、お、待って待って待って、倒れた。なんでこうなっちゃうんだろう。よっ、立てねえ、立てねえ。立てね、立てね。はい、ということで、はい、OK です。次次、右肩動かしましょう。右肩、おお、こうですね。これで、あ、ちょっと待って、ゲーム画面ノートの設定しないとダメだなこれ。入らないじゃないか、これ。画面に。収まらないってやつ？チッ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 チリッチ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 ッ。あ、壊れた。壊れました。ピーキーだとちょっとあれだよね。あれな気がする。ちょっと、これ、操作性が悪い。グワーって動く感じにしたいんで、こうグワー感を出したいね。グワー感を。グワー感をどう出すかっていうところが、あれですな。そうだね。マッピングで、1だときついんだよね、結構ね。0.5 の、マイナス 0.5 ぐらいにして、で、ここにカウンターノードを1個かます感じでやると、グイ、グワーン、グワーンって動く感じになるんだろうな。グワーンで止まる。で、グワーン。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。これちょっともうちょっと係数を
考えればいい感じじゃない。なのでこいつも同様で、あー、まあピンクかまさなくていいな。これこのままダイレクトにいっていいような気がする。どうだろう、1でしょ。ほらグワーグワー、あー、いいじゃん。で左右もカウンターで、あー、これでほらいい感じじゃん。グワーグワー、ほらお、かっこいい。フラフラしてるけど、ちょっと、ほら、手。もうちょっと早くてもいいのかな。もうちょっと早くしたいな。となると、やっぱりマッピングがいるね。マッピングを使って、まあ、2倍にマッピングしてあげればいい話なの。そうすると2倍では動くかな。コピーして、そうっすね。なんか意図しないことになってるぞ意図しないことになっているけど、なんでなんだ、なぜだ。あー、そういうことか。そうっすね、こうした、こうっすね。マイナス1入れてなかったので、落としてたと思います。お、ここで。お、いいじゃん。で、腕を上げる。腕を下げる。お、いいじゃん。はい、これで、反対の腕も同じロジックになりました。まあ、腕が上げたら上げっぱなしで戻さないといけないんですけど。お、でもあれじゃん。でー倒れるとどうにもなんないんだよ。1、2、1、2、1、2。いいね。いいじゃん、いいじゃん、これ。わ、かっこいいよ、これ。ちょっとさ、やっぱでも、これ、赤い、シャーっぽいね、これ。お、バザーイ。倒れた。続いてなんですよ、これ。肘の部分を動かしていきましょう。肘の部分は、これ X ヒンジだけでいいような気がするんだよね。こいつをコピって、この連結を外して、ここにつけます。肘がこう横に曲がるってないので、これでいいはず。で、上下で動かしたいんだけど、どうしよう。どう、いや、これはあれだな。じゃ、これは同じような。いや、どうしよう。結構難しいね。操作。UI を考えるのは結構。まあいいや、ちょっと試し、ちょ、テストじゃない。L。お。肘曲がったけど、気持ち悪い。え、上げつつ肘が曲がる。肘下げるロジック考えよう。肘下げるロジックは、ボタンを押したらの ZR。ZR の時に、中間で、円管で、裏前反転。グイーン、グイーン。お、あれ？ZR じゃない、ZL。ギュイーン。うん。気持ち悪いね。なんか、ほう、よいしょ。ちょっと、これ、あれっすよ、これ。お、いいっすね。お、いいんじゃない。で、肘もこう。よいしょ。で、ここにつないでやると。で、こうなりますと。こうですね。うん。いいんじゃない？お、いいんじゃない、これ。やったぜ。やったぜ。ウェイ。はい、というわけで、ちょっと最終、いろいろ調整をして、ここまでできました。
な感じになってるか、こんな感じでこらえて立ってます、立ってます。で何をするか、違う、こうして、あー倒れる倒れた、倒れてしまった、ダメか エッサッサですここ倒れるのか、ここ倒れるのか、操作難しいよねこれね。肘曲げてこうすこう、さあ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 、やべ、負けすぎ、ドン、さあ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 、はい、というわけでロボットできました。やったー、やったー。それではさよなら、さよなら。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。